トローチです。お久しぶりです。では前回の続きから始めていきます。よろしくお願いします。久しぶりなので緊張してます。この前、これかな、あ、オスって書いてある。なんかこの前ここら辺で大ブック戦してたはずなんですけどね。なんか冴えてますね。あららら、どうだ、よいしょ、あらららら、いけ、今私結構なまってるんでね、指が。さあどうだ、あらら、ファイヤーされるんだね、これ。よし、イエーイ、よし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 。これどうやんやったっけ、なんもないんけ。よいしょ、なんもないみたいです。ここよね、たぶん。今日はちゃんと時間を見てやらないと。ただいまより開廷する。裁判をするの？どうして？アリス、裁判長はハートの女王陛下。すごい目が充血してる。この娘が今回の事件の犯人であることは間違いない。なぜなら私がそう決めたんだから。そんなのってないわ。被告アリス、何か言いたいことがあるかね？あります。私悪いことなんてしてないもの。女王だかなんだか知らないけど、目が充血してる。あなたみたいなわがままな人今まで見たことないわ。お黙り、この私を怒らせる機会。あら、なんだかかわいそうだな。なんかすごい刈り上げてますね、女王様。僕らは他の世界に参上したの。あうしゃ。そう、それはダメなんだよね。判決を言い渡す。被告アリスは有罪。ハートの女王である私を襲い、ハートを奪おうとした罪である。この娘の首をはねよ。いやよ、助けて。ちょっと待ってよ。なんだお前たちは。裁判の邪魔をする無礼者め。俺たち、真犯人に心当たりがあるんだ。そうそう、ハートだ。とにかく、その子は犯人じゃありません。バカおいでないよ。なら証拠は？誰かに似てる。アリカじゃない。アリスが無実だという証拠を探しておいで。なければお前たちの国の跳ねてやるからね。一つでもいいし、たくさん集めてもいい。はーい。と。あら？はいはい。グーフィー、ドナルドは？いいといな。お姉さんにね、多分。はーい。自社猫。怖っ。え、そんな問題？
クッキーを食べてもちっともお腹に届かないじゃない。いやそうやね、裁断されてるんだもん。怖いなアリス。宝箱がある、うん、行きたい。あかんか、あ、ここにもある。あ、よいしょ、うさぎと、あ、まだです。話せるとは思ってなかったわ。行かへんのか、残念。はい、よいしょ。こっちじゃなくて、こっちか。ハスの森。知らぬ子や。裁断されてる。クッキーを食べてもお腹にいかない体をしておられる。誰だ、誰だろうね。頭と体がくっつかないっていう何か流行りなのかな。何でも知ってる、でも教えるとは限らない。答えは闇の中、犯人も闇の中、自社猫も闇の中。待って、犯人は森へ通って出て行ったよ。どこの出口か教えない。証拠の品は全部で4つ、3つはすぐに見つかるよ。だけど一つは難しい。見つけられたらご褒美あげる。四つか。お。あ、待って。エーテルちょうだい。お？あ。ちょっと待って。ちょ待ってよ。って言ってみたかったな。あ。トリニティ。はあ、ありがとう。ありがとう。やった。あ、証拠の足跡やって。ゴリ押し戦法です。とりあえず、ここを探索するのかな。この家は怪しいんやけど、特に何もないのかな。エーテルちょうだい。ポーションちょうだい。ポーションやったらすぐあげれそう。
これエーテルやろ。ほら、難しいのかな。ポーションから、お、なんだと？あげるのかな？ほ、大きくなった。大きくなっちゃった。え？怪しい。でも、どういうこと？ちょっと待って。ん？ほ？あ。え？間違えた？ん？ん？逆？逆やった？え？乗れへん。ポーションちょうだい。ありがとう。ありがとう。やったー。やったーだけど、これだけか。あれ欲しい。どうすればいいんやろ。エーテル？エーテルなんてあったっけ？あったやん。けど、エーテルなんて。よし、これだけか。なんということ。この石の裏の花はダメ。ということよね。あとはあと花はあそこだけ。え
ってるないよね。あるかな、エーテル残ってる？ないんちゃうかな、マジで。ああ、ないやん。エーテル買っとけばよかった。だって知らんもん。どうしようもないな。悔しいけど、まあでも掴めた、情報は掴めた。なるほどね。じゃあエーテルを集めます。エーテルが欲しい。エーテルをください。エーテルをください。エーテル来へん。やだよ、こんなとこで積みたくないよ。多分ね、あそこのエーテルをあげんと先に進まない気がします。そう。
はっ、どうだ、さあ、あ、ひゃ、いけ。分かった、これはエーテルを探す旅に出ないといけないパターンかな。理解しました。わかりました。では一旦私はエーテルを探す旅に出てまいりますので、一旦この戦闘が終わったら一旦終わります。はい、またではでは。全然終わらへんけど。ではまたまた。あ、違う、期待させたのに。エーテルどこって言って、あ、違う、なんだと。そんなバナナ。エーテルを探す旅にでは出てきます。お疲れ様です。